皆さんどうもこんにちは、その日暮らしすももです。今日はヨドバシカメラさんで届いたものを紹介したいと思います。私は今までアマゾンプライム会員だったんですけど、この度アマゾンプライムの更新をしませんでした。やっぱりちょっと値上げで、まあ、高くなったし、まあ、無職でちょっと節約したいなっていうのもありまして、まあ、いつもやったら結構アマゾンさんで買うことが多いんですけど、今回やめたことによってアマゾンプライムのやっぱ魅力として配達料が無料やったんですけど、もうちょっとアマゾンに頼りすぎたらあかんなって思って、今回ヨドバシカメラさんを利用しました。なんかガルちゃんで私みたいにちょっと節約したい人はアマゾンプライムをやめて、まあ、ヨドバシでも十分やみたいなことをおっしゃってたんですよ。で、実際に最近ヨドバシさんを使い始めたら結構すごいいいなって思いましたし、結構梱包とかも丁寧で、私はすごくいいなって思いました。結構アマゾンってめちゃめちゃな配送のこともあったんですよ。まあ、アマゾンの悪口を言うのではないんですけど、で、それでやっぱり配送料無料やからって、やっぱ買い物も結構無駄な買い物とかも結構しちゃったんで、これからはちょっと引き締めていきたいなと思います。ヨドバシさんで買ったものは何かっていうと、こちらでございます。こちらは、シリコンハンドストラップです。はい。で、私、今、スマホをこの前新しく買い替えたんですけど、実は前のスマホはちゃんと持っております。まあ、10R は一応、リサイクルっていうかな、お金にはなったんですけど、私は前のスマホも使いたいなって思って、まあ、使ってるんですよ、実際。まあ、やっぱりYouTube やってると、今のスマホ使いながら前のスマホを使って、まあ、撮影とかも、やっぱスマホ2個あるだけで結構、撮影のバリエーションも増えるので、いいんですよ。で、これを何かっていうと、ストラップです。結構、私、フォンタブを最近使ってるんですけど、前のスマホ、まあ、これにつけてたストラップをそのまま新しいスマホにつけて、で、古い方のスマホも、なんかストラップをつけたいなって思って、こんな風に手首に固定するようにしたいなって思いました。私結構スマホをよう落とすんですよ。まあ、それを防止するために今回買いました。で、ディズニーリゾートの方でも今度12月の23日にこういうのが出るんですよ。で、私それを買いたいなって思ってたんですけど、なんか結構値段が割とし、まあ値段はそこまで高くないけど、ディズニーリゾートで配送してもらうと結構、送料が1万円超えないと、送料がかかってしまうんですよ。で、送料のために1万円分の買い物もするのも、私はやっぱ、これがやっぱお金がたまらへんような秘訣になってるなって思って、私はちょっと今回は、リゾートの方じゃなくて、こちらにしました。でもこっちもすごい可愛い。で、色のカラーバリエーションもかなりっていうか4種類あって、私が買ったのはこのベージュなんですけど、他にも水色、ピンク、黒があったんですよ。で、結構まあ私、今回いろんなスマホ、まあ今持ってるスマホもやし、どっちにも使い回しができるようにベージュにしました。では、組み立ててまいります。できましたこんな感じです。はい、いいですね。なんかこれがシリコン素材ですね。はい。うん。まあ、やり方もすごい簡単でございます。このストラップホルダーをカラビナ部分をスマホ用ケースの充電用の穴に軽く通し引っ張ります。で、スマートフォンをスマホケースに装着。で、同梱のカラビナリングをストラップホルダーに付けます。で、ハンドストラップとをカラビナリングに取り付けて手首に通して使います。はい。やっぱこれ、いいですね。私、このやっぱ、ミッキーシェイプなだけですごい気分が上がる。はい。で、昨日、
ディズニーの映画のウィッシュも見に行ってきて、あの売店見てたら、ウィッシュのこのカラビナも、カラビナリングって言うんですか、このスマホ、スマホ、あの、スマホストラップ、シリコンハンドストラップがあったんですよ。で、ウィッシュのやつはこれが星型になってまして、まあ、ここの、フォンタブのところが、あの、ウィッシュのイラストになってて、まあ、それもめちゃ可愛いなって思ったんですけど、私もすでにこれを注文してたんですよ、ので、まあ、まあ、でもやっぱミッキーの方がいいかな。星型やとちょっとごつくな、あの、人を殺せそうな、思ったりもしたんで。でも、あ、こういうのやっぱりあったら便利ですね、私。これでちょっとスマホ落下を防ぎたいなと思います。すごくこれ、シリコンで柔らかい素材やし、まあ見た目もミッキーなので、あの、おすすめでございます。はい。あの、まあディズニーリゾートからも来週出るんですけど、それがここがなんかディズニーリゾートのよくあの、フードメニューのあの、イラストを使ったやつと。で、まあそれはそれでいいなって思ったんですけど、やっぱりあの送料かかってまで注文するのは私はあかんなって思ったんで、今回ヨドバシさんで買い物させていただきました。はい。これからちょっと、ヨドバシさんにお世話になろうと思います。まあ、あの、すごく可愛いし、色もピンク、青、黒、ベージュとあるので、あの、お気に入りのスマートフォンにつけてみてはいかがでしょうか。以上です。バイバイ。